みなさんこんばんは。こんばんは。今日はですね、お夕飯の後にコーヒータイムということで、モロゾフさんのファヤージュをいただきたいと思います。はい、非常に見づらいですね、今この画面上で見ても黒くて、これね、黒くてそう。じゃあ開けますね。モロゾフさんはいろんな洋菓子が多いと思うんですが、こちらはですね、パリッとした生地、薄い生地ですね。薄い生地にチョコレートを挟んだチョコレートサンドになっております。4種類あって、アーモンドミルクチョコレートとアーモンドホワイトチョコ、ヘーゼルミルクチョコレートとヘーゼルスイートチョコになっております、うんうん、では早速いただきたいと思います。はい、お、なんか書いてある。神戸ドアロードのチョコレートショップから出発したモロゾフ、美味しさと品質への厳しいこだわりは全て送る人と味わう人の心と心をつなぎ、共に笑顔で満たされる瞬間のためにということです。うーん、いい言葉が書いてありますね、うん、では早速いただきたいと思います。何味が気になった？何味も気になるけど、好きなのから食べてください。じゃあ何色が好き？皆さんは何色が好きでしょうかって言っても、これ別にライブじゃないんで。緑かな、やっぱり。奥からじゃあ行こう、うん、順番に。それアーモンドミルクチョコレートです。アーモンド、半分こする。何、まず食べていいよ。アーモンドミルクチョコレート、こんな感じです。ミルクチョコだけど、うん、あれですね、思ったよりチョコが少ない。いただきます。うん、アーモンドの風味はすごいですね。それはでも結構いいんじゃないですか。サクサクしてるでしょね、音が。これアーモンド生地がすごい美味しいですね。よってですね、生地1枚で食べてもすごく美味しいんじゃないかと思うので、チョコレートは別に あってもなくてもいいかなぐらいな、うん、これがアーモンドタイプだったからね。じゃあ次は違うのをいった方がいいかな。これがヘーゼルかな、ヘーゼル&スイートチョコ。じゃあチョコが違う。ちょっと食べてみて、うん、生地美味しい、うん、これの方がなんかいろいろ詰まってそう、見た目が。ナッツ感がすごい、ね、いただきます。風味はね、ヘーゼルナッツの方がすごい。チョコレートは見た目は変わんないけどね、スイートチョコレートになってるっていうことだけど、うん、ナッツの風味が豊かすぎてチョコの味とか分かんない。いいのか悪いのかっていうところだ、うん、じゃあ引き続きヘーゼルミルクチョコレートに行きたいと思います。ミルクチョコレートはさっきのがミルクチョコレートだったんだよね。アーモンド、うんうん、アーモンドミルクチョコレートとどう違うかだろうね、うん、あのね、全然ナッツの風味が違うんだよ、そのヘーゼルとあれはでしょ。そう、ヘーゼルの方が、うん、あのすごい風味がすごいから。いただきます。ちょっと珍しいパターンだよね、うちらにしては。4つとかあっても全部食べてこう、あまりやることないから、うんうん、
3つ目ミルクチョコレートとスイートチョコの違いだけど、うん、ミルクの方がより 甘いねやっぱり。ミルクの方が甘い、お菓子として。スイートチョコはほらスイートっていうぐらいだから、うん、甘さが抑えてあるんですよ。スイーツとか言うからさ、スイートって言われるとって気がしちゃうよね、イメージだけどね、勝手な。うん、そのスイーツのスイートじゃな ないスイートかなってことね。これに書いてあるのかな、もしかして。こちらがアーモンドホワイトチョコです。アーモンドホワイトってことは色が唯一違うのかな、うん、パキ見える？白い、うん、うん、こっちで見た方がいいのかな。うん、違うね。スイートチョコレートの苦味と香りの深い味わいって書いてあるんだね。スイートなんだと思った。うーん、字が違うんだ、思っているものとね。うん、ミルク、アーモンドのね風味がやっぱりいいですね。強い、うん、うーん、ヘーゼルナッツの風味ってあの私たちナッツ好きだから好きだと思うけど、うん、ちょっと癖があるのでちょっと苦手っていう人もいるかもしれない。おのおの食べ比べるとチョコレートの甘さとかの違いが分かりますけれども、そんなにチョコレート推しのお菓子じゃないので、うん、なんていうかもっと違うチョコの使い方があるんかなって思う。この生地が美味しいからパリパリで、なんかここにサンドしないで1枚の生地にちょっとなんて言うんだろう、チョコレートをドボンってつけての方がチョコレートが表面に出てきて甘さとかミルクチョコの良さとか、あとあのスイートの苦さとかがもう少しいいんかなってどうなんだろうね、これもしかしたらこの上だけで売ってるのかもね、あるのかな、お菓子として。ちょっとそれがわからないんで何とも言えないんですけれども、うん、でもねここ贅沢な4種類の味わいって書いてありますけど、ナッツがこれだけ使われてるから本当に贅沢だと思う。うん、それでいて大きすぎないしね。うん、うん、あれ贈り物でもらって困らないものだと思う、うん、うんうんうん、ということで美味しいことは美味しかったです上から目線ですいません少しあの寝る前のナイトスイーツとしてはおすすめです、うん、ぜひ皆さんもモロゾフさんファヤージュお試しください。贈り物にも喜ばれるかなと思います。では皆さんおやすみなさーい。